本日はお足元の悪い中お集まりいただきましてありがとうございます。東京医科歯科大学 の大腸肛門外科の石黒と申します。お時間もあれですので早速始めたいと思います。で、先ほど当科の杉原の方からもお話をしました通り、今大腸がんにかかっている人の数というのはとても増えてきています。でこれはがんにかかった方の、臓器別の、内訳を2005年のものですが見たところですが、男性ですと胃がんに次いで大腸がんが2番目で、次が肺がんが来ています。女性です と、乳がんに次いで大腸がんが2番目で、もちろん合わすと、合計男女合計ですと胃がんに次いで2番目というふうに、非常に、メジャーながん種になってきております。でこのように日本人にとっても昔は少なかったんですけれども、ここへ来て非常に身近ながんというか身近な病気になりました、大腸がんですけれども、まずは大腸がんというのはどんなやつなんだろうということで、適応しろというようなことと、あとは見つけてそれを対峙するにはどうしたらいいかというお話、それからがんにならないのが一番いいんですけれども、命を落としたりすることのないように身を守るためにはどうしたらいいのかというお話を、させていただきたいと思います。でまずは大腸がんってどんな病気だろうということなんですが、大腸というのは消化管の、一部、一番お尻側のところになります。消化管というのは、食べ物が口から入ってお尻から出るまでの物の通り道なんですけれども、大体10メーターぐらい、ございます。とても長い旅をするわけなんですが、口から入ってここでもぐもぐ噛んで、で食道を通って食べ物は胃に行きます。で胃の中でまたごねごねごねっとおかゆ状みたいになるまでにこね混ぜられまして、で小腸、ここは5、6メーターございますけれども、小腸を長く旅していく間に、消化液というのと混じりまして、ほとんどの栄養分が小腸で消化吸収されます。で大腸は何をするかといいますと、大腸を通る間に、その吸収した残りカスはお水っぽいんですけれども、そこから水分を吸収しまして、出しやすい形にするというような役目を持っている臓器で、だいたい1.5 メートルから2メーターぐらい日本人ではあるという結構長い臓器になります。でここ見ますとお分かりの通り、お腹の外側をこう一番ぐるっと走っているような形をしています。でちょっと大腸だけ取り出してっていうのは変ですけど見ますと、こちらが体の右側左側というふうになります。で大腸は、長いんですけれども、結腸と直腸、先ほどから結腸がん直腸がんというのが出てきてますけれども、大きく分けて結腸と直腸に分かれます。で、小腸から入ってくるのがちょうどお腹の右の下側、いわゆる盲腸炎、虫垂炎というのをやるようなこの右の下側から盲腸で上に走っていきますので、上行結腸、横行結腸、下行結腸でぐるっと S 状結腸で直腸から肛門、お尻から出ていくというような、中身は旅をしていきます。でこれスパッと切ってみますと、こういう感じでちょっと暗いですが、これ内視鏡で見たところなんですが、筒状、消化管、管っていうぐらいですので、このような筒状になっていて、そんなスポーンというまっすぐな土管ではなくて、大腸はこうちょっとひだひだがございまして、洗濯機の、今はあんまりないかもしれないですけど、蛇腹ホースみたいなあんな感じのものです。で基本的には、口の中とずっとつながっておりますので、胃の表面も中もそうですし、大腸もそうですけども、ちょっと口のこの中の粘膜の感じとそっくりで、ちょっとつるっとした感じになっています。ではじゃあ大腸がんというのはどんな病気かと申しますと、その名の通り大腸にできたがんのことです。で通常大腸がんのがん細胞というのは一番内側、大腸の壁がこのように粘膜下層、固有筋層、小膜下層、小膜というふうに5層構造になっているんですけれども、この一番物が通る方、内側のところにちっちゃくがん細胞が発生しまして、それがだんだん大きくなるとともに、今度壁の方にも深く食い込んでいくような感じになります。内視鏡でこれ別々の方々ですけれども見たところ、まだ浅いうちはこうちょっと平べったくて
なんだかよくわかんない、矢印引かないとよくわかんない感じですけれども、もう少し深くなってくるとちょっと全体にパツッとして少し真ん中がへこんでくるのがだいたい特徴です。でさらに大きくなりますとこう盛り上がりもはっきりしてきて真ん中に海洋といって汚いえぐれが出てくるようになります。このぐらいの大きさになってまいりますと大腸の壁の中には、腸の壁も生きているんで血管とかあとリンパ管というものが走っています。そういうところにこのがんが入ってきますと、他の臓器そういうものリンパ管や血管を伝って他の臓器に飛び火転移を起こしてくるようになります。大腸のがんが例えばここのところに盲腸上行結腸あたりにあったとしますと近くのリンパ節あるいはそこを伝ってさらに遠くのリンパ節や血管血液の流れに乗って肝臓や肺の方に全然離れてるんですけれども、転移飛び火をしていきます。これがやはりがんが悪性の病気悪い病気と言われるゆえんでここだけにいてくれればここ取れば治るんですけれどもどっかいろんなとこ飛んでっちゃうというのが嫌なやつであるゆえんです。こちらのお写真は、CT これここが肝臓なんですけれども肝臓にこの黒いところ飛び火した大腸がんの肝転移というところです。同じようなものを、エコー検査超音波検査で見るとやっぱりちょっと黒くてちょっと気持ち悪い感じに映ってます。あとはこうやって飛び火をするのと似たような形で大腸大きくなって壁に食い込んできてさらに壁を食い破ると大腸はほとんどお腹の中の臓器ですのでお腹の中にこうパラパラっとがん細胞がこぼれてそこでまた種をまいたように大きくなるものを腹膜播種というふうに言います。こういうのを起こしてくるのが嫌なんですね。でこのようになる前に何とか見つけておきたいなというところで大事なのが検診や症状に早く気づくということになります。で、通常私たちが治療をさせていただいている患者さんなどのお話を聞いてきっかけを病院に来たきっかけは何ですかというのを聞いてみますけれどもそうするとまあ大きく分けて3つございます。まずは検診に引っかかってそれで検査を受けたら大腸がんだったという方それから、なんか気になる便の調子が悪いとか 血便が出るというような何か症状があっていらっしゃる方あとは特に気になる症状もないんだけれども、お身内血縁の方に大腸がんの人がいる例えばお父さんが40歳で大腸がんをしたんで僕も心配だという同僚がこの間検査を受けました、まあ、何でもなかったんですけれども、まあ、そういうのを気にして受診をされる方大きく分けてこの3つかなと思います。最近は他の病気でかかっていて他の病気のために定期的に検査をしていて血が薄い貧血があるというふうに言われてよく検査したら大腸がんだったというような方もいらっしゃいます。でそこでまず、特に一番早い時期に見つけるのに必要なのが検診ということになってきます。で少し検診のお話をいたしますけれども、大腸がんの検診として通常行われているのは便潜血検査便に血が混じってないかどうかというのを調べる検査になります。で、基本的に検診がん検診というのはなんかすごく症状があっていかにも何か病気がありそうだという方が対象というわけではなくて症状がない人からがんの可能性がある人をどのぐらい拾い上げるかというようなものになってきますのであまり負担の大きい検査をするわけにはいかないということで、便潜血検査の場合はですねこれちょっと絵かわいく書いてありますけれども通信のところ専用の容器がありまして蓋のところに蓋をスポッと開けますとおさじみたいな、綿棒みたいな感じのがついてます。でそれで便の表面をジャッジャッとちょっと広くこすっていただいてまた蓋の方とか容器の方に戻してそれを提出するだけの検査です。体の方には全く負担は当然ありません。出たものを使いますので体に負担がなくてで、費用も安いです。基本的に結構無料でやってる自治体が多いかと思いますけれども少しお金取るところでも数百円程度というような安くて簡単で、体に負担がない安心な検査ということになります。で、便潜血検査引っかかったら私は大腸がんなのかというとそんなことはありません。
で1000人の方便潜血検査検診を受けまして、陽性血が混じってるよというふうに言われるのが大体100人から、まあ、70人から100人ぐらいというふうに言われてます、まあ、そのぐらいになるように、検査を作ってるわけなんですけれども、そしてその中で実際に大腸がんがある方というのは、まあ、1人か2人ぐらいというふうに言われています。ただ、この中でこの100人の方の中でポリープなんかがあったりする方はもう少したくさんおられます。で通常便潜血検査は2日法といって、違う日のお通じを2回分出していただきます。そうすることでできるだけ正確に血液が混じっているかどうかというのを見つけるような工夫がされています。ただそれでも大腸がんがあっても必ずしも 100% 見つけられるというものでは残念ながら、まあ、非常に簡単な検査ですので 100% ではないということです。ただ毎年必ず年に1回検診を受けていると、大腸がんでご自身が命を落とす可能性というのは確実に減らすことができるということが言われていますので、年に1回検診を受けて便潜血検査を受けていただくということが身を守るためにはとても大事なことということです。ただ実際にこう検診を受けるのにどうしたらいいんだろうというと意外と分かんなかったりするんですけれども、通常は、国の施策としては40歳以上の方を対象に自治体が行っている大腸がん検診がございます。で方法とかがですねちょっと自治体によって違っているんですけれども、申し込みが必要なもの、ホームページとかはがきとかですね、そういうので申し込みが必要、予約が必要なものもあれところもあれば、全ての方に受診券配布してこれ持って病院に行ってくださいというようなものもありますので、ちょっと方法はいろいろ違いますので各自治体にお問い合わせいただくのがよろしいかと思います。ただ健康診断って私もよく大学の健康診断思いっきりすっぽかすんですけれどもタイミングが合わないといけなかったりするっていうのはすごくネックなんですよね。ですので、こういったはがきが来たけどタイミングが合わなかったという場合には、病院を受診していただいて便潜血検査したいといえば保険診療でもできますし、あとは人間ドックなどを受けられている方ではその中の一環としてやられている場合もあるかと思います。他のがん検診などとも合わせて、ご自身でやることもできますので、いろいろな方法がありますので、ぜひご相談をいただいて年に1回受けていただくというのをやっていただければと思います。で実際にあとはもう一つ、早く自分で気づくというのも大事です。で、大腸がんの自覚症状としては、大きく分けて、まあ、血便と、まあ、便通の異常、便秘がちになる、下痢がちになる、あとは、お腹詰まってお腹痛いというようなものがあります。でなんでそういうことが起こるかというと、これが腸の筒の径で、ここに大腸がんがあります。大腸がん大きくなるとこうぐるっと回るようになってきますので、そうしますと狭くなります。通り道がもともとこれだけあった通り道がぐっと狭くなりますので、通りが悪くなって便秘がちになったり、あとはここを通ってくる柔らかいのしか出ないんで変に下痢がちっぽい感じになったりとかですね、出が悪い、あとは本当に詰まってしまいますと詰まっちゃう腸閉塞というような状態になりますので、お腹が張ってお腹が痛いというような感じになります。あとは、ここに汚い潰瘍が出てきてきますので、こういうとここすれると便の方に血液がつきますんで、いわゆる血便というような状態になります。あとは、血が出るので、血液検査をしてみると貧血になっていたり、気づかないうちにじわじわっと出ますので、急激にドハッと血が怪我なんかして出血した時とは出方が違いますから、自分ではなかなか気づきにくいものです。ただしこのぐらい大きくなると少し症状が出始めますけれども、基本的に早期がんではまず自覚症状はありません。そこに注意をしなければいけないということと、血便血便と言いますけど、症状はがんのある場所によってかなり大きく違うというところが注意しなければいけません。で実際にちょっと見てみます と、左側 S 状結腸であるとか直腸、お尻に近い方のがんですと表面から血が出てもこう、まあ、赤いうちに
お尻にたどり着くので、割と血液として自分が認識しやすいというのはあります。あとはこの辺りになってくると便はもう出るのに近い、出るための準備状態でもほとんど固形になっていますので、詰まるという症状は比較的出やすいというのにが左側ではありますが、右側お尻から行って奥の方の大腸がんですと、ここで例えば血液が出ましても腸の中をまあ1メーターぐらいその後旅をしてくることになるんで、血液って酸化すると黒っぽい色になりますので、ちょっと血液というのをお尻から出た時でも血だっていうふうには思いづらいというのがありますので、血液に気がつきにくい。あとは小腸から入ってきてすぐのあたりの便っていうのはほとんど液状ですので、ちょっと狭くなってもスルッとすり抜けてしまいますから、詰まるという症状はかなり右側では出にくいので、右側の結腸がんはかなり進行した状態で見つかることも多いです。ですので症状の出やすさというのは左の方が出やすくて、右奥の方はちょっと出にくいという特徴があります。でちょっと症状を挙げてみました。便に血液やあとなんかぬるっとした粘液がついてる、あとはこのところここ半年ぐらいですね、下痢が続いてたり便秘がちになった、出が悪くてお腹が張るようになったり、ちょっと便が細い気がする、残便感がある、お腹にしこりを触れたり、あとは貧血がある、食欲がなくてなんか妙に体重が減ったというような場合では、ぜひ一度このような症状があるときはきちんと検査を受けていただきたいなと思います。では実際にじゃあこの検査のお話を少しいたします。で先ほど言いました検診で引っかかった、便潜血検査が陽性だった、なんか気になる症状がある、お身内にいるんでちょっと心配というような方が病院を受診したときに、この人たちがみんな大腸がんであるわけではございませんので、まずは大腸がんかどうかを調べる検査を受けていただきます。それが内視鏡検査と中腸造影検査、この2種類があります。でまずちょっと内視鏡検査の方からお話ししますと、内視鏡検査というのはいわゆる大腸カメラになります。あらかじめ、2リットルたくさんあるんですけれども、ちょっと専用の下剤をカッカッと1時間半ぐらいで飲んでいただきまして、腸の中をカラッカラきれいにしておきます。で、お尻の方肛門の方から、カメラを入れまして、基本的には胃カメラと同じこんなような形をしたやつで、長さがさすがに長いですけれども、それを入れてずっと腸の中をトンネルの中を進むように進んでいって、腸の中をモニターに映して見ていきます。ちょっとお尻に穴の開いたパンツを履いてもらいます。でこれはちょうどこの下行結腸というあたりを内視鏡で見たところになります。こうやって直接見ていけますので、小さな病気を見逃す可能性というのも低いという利点があります。あとは内視鏡の利点はやはり、その場でポリープなんかを見つけた場合はポリープを切り取ること、治療ですね治療ができます。その場でポリープ取ったりすることっていうのは痛くはありません。腸の中っていうのは粘膜には痛覚はありませんので、これ投げ縄みたいなのをかけて、金属でできた投げ縄をかけてキュッと絞って、電気で高周波の電気で焼き切るんですけれども、なんだか痛そうな見栄えですけれども痛くはありません。その他がんが疑われるような病気があった時には、そこを内視鏡の先端から鉗子というのを出しまして、ピュッとちっちゃくつまんで顕微鏡で見て本当にがんかどうかというのを調べます。実際に、ある程度進行したものであれば、私たちが内視鏡でパッと画像を見たとき、それで、ほぼ大腸がんであろうということは分かるんですが、それはあくまで私の見た目であって証拠は何もない。ですので、組織をつまんで顕微鏡で見てがんの証拠をつかみます。実際にじゃあどう違って見えるのかというお話を簡単にしますと、こちらが正常の大腸の粘膜の細胞で、こちらががん細胞になります。ちょっと違い分かりづらいかもしれないですけど、イラスト描きましたけれども、こうわりかし黒いところが同じ風に並んでたり、綺麗な割と整列してるんですけれども、こっちになるともうぐちゃぐちゃに入り乱れていて、ちょっとあんまりよろしくなさそうな感じという、こういう風に違いが出てきて、これはがん細胞だという証拠がつかめるわけです。
あともう一つの中腸造影検査というのは、お尻のところにちょっと管を引っ掛けまして、バリウム白いのを流します。でその後ゴロ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 検査用の台の上で、腸の方に中に、バリウムをまぶしていただいて、あとは空気でプーッと腸を膨らませまして、いろんな体の角度で、レントゲンを取って腸の影絵を取っていきます。これがですね、ちょうど S 状結腸というところを写したものなんですが、ここのところ赤い矢印のところが他のところと比べてちょっとギザギザになってます。これが大腸がんのところです。で中腸造影検査は影絵なんですけれども、病気の進行の具合によって壁の変形の度合いが違ってきます。ですので病気のある異常のあるところが正確に分かりますし、壁の変形の具合で、進行具合というのも、ある程度目安がつきます。ただしこれはあくまで影絵ですので、がんの証明にはなりませんので、中腸造影で異常がある、こういうふうに異常がある場合にはもう一度内視鏡検査をしていただいて、生検をしてがんの確実な診断をつけることが必要です。でこういう精密検査を受けるには、やはり大腸がん、大腸の病気についてよく知っている先生がいる病院にかかることをお勧めします。大腸がんの手術をたくさんやっていたり、内視鏡の検査をたくさんやっている病院というのがおすすめです。ただなかなかそういうことわからないじゃないと思われるかもしれませんが、最近は病院のホームページなども、たくさんいろいろこういう検査をしてますとか、何件年間にやってますというようなことも載っておりますし、まずはお電話で例えばポリープ取ったり、大腸のポリープ取ったりできますかとかですね、そういうのをお問い合わせを病院に直接していただくのもよろしいかと思います。気軽に答えてくれますので、どんどんお電話したらよろしいかと思います。あとは先ほど杉原の方からもお話ありました、大腸がん研究会のホームページの方にもこの研究会に参加している施設の一覧などが載っておりますので、そちらなどもご参照いただければと思います。で頑張って検査を受けていただきまして、もしも大腸がんと診断されたら、みんな同じ治療を受けるわけではありません。で大腸がんの治療というのは基本的に進行度、ステージと呼びますけど、ステージによって違います。ステージを判断する要素というのは、壁への食い込みの深さ、これは内視鏡とか中腸検査で見ます。あとはリンパ節への転移があるか、他の臓器への転移や、腹膜破裂など飛び火があるかどうかと、これは主に CT で調べますけれども、この3つを、組み合わせてステージを判断して、それに応じた治療法を決定します。簡単にちょっとステージの内訳を示しますが、ステージ0というのはがんが粘膜の中にとどまっている状態です。ステージ1というのは2番目、粘膜下層というところや筋肉の層までにとどまっていて、リンパ節転移のないものを言います。ステージ0とステージの1のうち浅いものですね、こちらを早期がんというふうに呼んでいます。ステージ2はもうちょっと深くなったものですね。ステージ3というのは深さには関係なくて、リンパ節転移があるもののことを言います。あとこちらには関係なく、他の臓器への転移や腹膜破裂があるものをステージ4というふうに呼んでいます。比較的分かりやすく分かれています。でこのステージ進行具合に応じまして、ステージ早期がんのうちで大きさが2センチぐらいまでで、特に浅いものに関しては内視鏡で治療をしましょう。でもうちょっと深くなって、内視鏡では取れなくなってきますと、手術をして、病気のところを含んだ腸と、あとは転移をしているかもしれないリンパ節を取る手術をしましょう。残念ながら他の臓器に転移をしている状態で見つかった場合でも、転移のところが取り切れるんであれば積極的に手術をしましょう。残念ながら取り切れない場合には、手術以外の、抗がん剤治療を中心とした手術以外の治療が進められるというようなことが、大腸がん治療ガイドラインというところに示されています。もちろん個々の病状、患者さんの病状に応じて、治療というのは考えていきます。手術とあとは抗がん剤治療につきましては、この後久住先生と小松先生の方からお話がございます。できればあんまり大ごとにならないうちに何とかしたいと
できればがんにもなりたくないというところなんですけれども、そもそもがんが発生する仕組みというのをちょっと考えてみますと、すごく大雑把に言いますと、がんというのは遺伝子に傷ができて、それがたまっておかしくなってできる病気だと思ってください。で、通常の正常の細胞がありまして、そこに何らかのきっかけで遺伝子に傷ができます。これは普段私たちが過ごしていて、私今のところ病気ないと思ってるんですけれども、日々起きていることなんですが、でそんな日々の生活の中でこの傷を治してくれる人、その中心がん抑制遺伝子というのがいたりするんですが、この人が、なんか治してくれるんですね。傷を取ってあげたりとか、あとは大きな傷がついてしまったらもうこいつはもうダメだと言って、殺してしまうか眠らしてしまうか、何らかの対処をしていて体を守ってるんですけれども、この人自体に、この守ってくれるやつ自体に異常があったりいたしますと、この傷が治らないまま、別の傷がついたり、いろいろも傷だらけになって傷が溜まってきてしまって、これ変な細胞が生き残る。そうすると最終的にはがん化をするというような、とても大雑把に言うとこんな感じだと思ってください。ですので、こういう遺伝子の傷がうんちゃらかんちゃらっていうのをなかなか意図的に予防することはできませんので、大腸がんというのを確実に 100% 予防する方法というのはありません。で、強いて言うなら早期発見早期治療というのが唯一の予防ということになります。ただし、大腸がんにかかりやすい因子というのはあります。でそれをちょっとお話ししていきますと、リスク因子としましては、年齢、それから、ポリープをやったことがある、お家族に大腸がんの方がいる、あとは食生活や生活習慣ですね。大腸は食べたものが通る通り道のがんですので、やはり食べ物とある程度の関係があるということが分かっていて、特にはっきり関係があると、特に結腸がんの方で関係があると言われているのは肥満と運動不足がはっきり関係があるというふうに言われています。で、一つずつ見ていきますと、まず先ほどもちょっとお話しありましたが、これは年齢別の罹患率というものを見ています。罹患率というのは年間10万人あたりどのぐらいの方ががんと診断されるかというお話ですが、40歳を超えた後から男女ともにぐーっと上がってきています。ですので40歳を過ぎたら大腸がん年齢と言えるかと思いますので、国の検診も40歳以上を基本的に対象としています。40歳を過ぎたらぜひ検診を受けていただきたいということがここから言えると思います。で、あとはポリープから大腸がんになるんですかとよく聞かれますけれども、ポリープから良性のポリープができてからその一部が大腸がんになる、経路があるということが分かっています。その他にいきなりがんとして生まれてくるやつもいるんですけれども、この経路があるということが分かってますので、ある程度大きさがこのぐらいの時、がんになる前にポリープを取ってしまうということはとても大事なことです。あとはご家族のお話になりますが、これ顔似てないですけど一応私だとして、お身内に大腸がんの方がいると、そのお身内との近さ、それから人数によって大腸がんのリスクが高くなるということは分かっています。お身内にいない人に比べて第一度近親者、親、兄弟、それから私にはいませんが、子供ですね、そういうのがそういう近い血縁に大腸がんが1人あるいは2人いると2倍から3倍、特に若い年齢でそのお身内の方が大腸がんになったとするとリスクはさらに高くなるということが分かっていますし、第二度近親者、おじいちゃんおばあちゃんにいたとしてもやはり一般の方よりは2倍あるいは3倍高いということが分かっています。あとはもう一つ、これが一番自分で何とかできるかなっていうところなんですけれども、まず食生活の方ですが、大腸がんは一般的に、先進国、それから脂肪の多い食事をする国で頻度が高い病気です。これが全世界の平均ですが、やはり、ヨーロッパ、北アメリカ、あとは、オセアニアってオーストラリアの方ですね、そこに思いっきりもうここに日本が食い込んでいるので、日本も先進国になってきたのねということではあります。アフリカとかそちらではやはり少ないんですね。で、油っぽいものを食べた後それが分解されてできる脂肪酸と脂肪酸
というのが悪さをしているではないかということが分かってきていますけれども、まあ、贅沢病の一つだということが言えます。ただ、大腸がんというのは他の臓器のがんに比べて比較的治りやすいがんというふうに言われています。これは、がんの種類別の5年生存率は、まあ、治る目安ということですけれども、肺がんや肝臓がんなどちょっと治りにくいがん、あと膵臓がんなんかもそうですね。それから同じ消化器のがんである胃がんに比べても大腸がんの5年生存率は、まあ、これでいうと 70% ぐらいというふうにとても高い、数字になっています。大腸がんだけ取り出してみるとやはり、治療を受けた時のステージ進行度が早い方が治りやすい。ステージが進むと5年生存率は下がってきます。特に早期がんと呼ばれるのはこのここの部分になりますけど、早期がんですと 90% 以上の方が、治るということが分かっています。あとは早期がんではないけれど手術で取り切れる範囲でしたら 60% から70% ぐらいですねの方が治ることができるというがんだということが分かります。で、でこれ最後になりますが、大腸がんは、まあ、早期発見早期治療ができれば 80% 以上の方が、特に早期がんであれば 90% 以上の方が治る病気ということが言えます。ですので、まあ、日本人の2人に1人ががんになっている時代ですから、自分は関係ないなというふうに思うんでなくて、まあ、40歳を目安に、毎年1回、便潜血検査の検診を受けていただくということと、あとはやはりちょっと気になる症状があるときはご家族に相談してもいいですから、早めに内視鏡検査を受けていただくということが大事かと思います。以上です。ありがとうございました。